こんにちは。今日もどこまり難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1アップキノコを3つくれるコースのようです。これはプレイするしかありませんね。上にドッスンがいるのだ。スタート地点にいると一生 P スイッチを押されそう。ミンバと陽コースとして作ろうとした跡がありますね。入り口を4つ作ろうとして諦めたんでしょうか。そういうことを考えるのは良くないのだ。一人用で作り直したんでしょうか。明らかに土管だけ置いて諦めてますね。一人分は作ったんだから完成させればよかったのに。下まで早く降りる系のコースを作ってたみたいなのだ。もうゴール条件が置かれてますね。3アップ確定なのだ。早めに1アップくれるのはとてもありがたいです。ここからは死ぬ要素がありそうなので気をつけるのだ。バトル用コースに死ぬ要素は入れない方が人気出る印象。急いでないのでゆっくり降りた方が良さそうですね。ドッスンがいるのだ。スピンで降りましょうか。次はシーソーエリアですね。ここは時間のかかるだけなのだ。結構イライラしますね。これ見た目より進みづらいです。北が2つに分かれてるのだ。左から降りた方が早かったみたいですね。どうせ急がないから今回はどっちでもいいのだ。また敵が出てきたのだ。地味にやりに来てますねこのコース。掘れ羽使うのとどっちが早いんでしょうね。あんまり変わらない気がするのだ。ブラパが道塞いでるのでパウで倒しましょう。余ったパウも持っていきましょう。メカクッパタワーが見えるのだ。今めちゃくちゃ危なかったのだ。生きてるので勝ちです。対戦ありがとうございました。はて、クリボウ、ちょっと意味がわからないのだ。100万回見たスタート地点ですね。テンプレコースなのだ。足跡が結構あったからテンプレそのままではなさそう。まだほとんどテンプレなのだ。鍵のとこまで来たのだ。鍵捨てられましたね。いつもの鍵ドアがないのだ。ここしか行くとこありませんね。テンプレと似てますけど違いますね。クリボーがめちゃくちゃいるのだ。ありがたく3アップいただいておきます。大体倒したので進みましょう。ダメージ受けたからね。必須だったらめんどくさいのだ。戻れば取れると思いますけど確かに面倒ですね。やっとクリア条件のアイテム見つけました。3つも用意してくれてるのだ。道はこっちですよね多分。谷行くとこねえのだ。究極の2択来ましたね。私は入り口付近に外れドアがあったのを覚えてますよ。両方あたりかもしれないのだ。3アップなかったらパスでしたが今回は2択ですしチャレンジですね。こういうキッズコースの攻略法を教えましょう。だいたい奥のドアが当たりドキドキするのだ。はい、私の勝ちです。対戦ありがとうございました。というわけで久しぶりにおまけコーナーです。両方当たりだったかもって思ってる人がいるかもしれませんからね。制作者が7歳の子供でも容赦しません。こいつマジで大人げないのだ。というわけで問題の場所まで来ました。手前のドアに入りましょう。まあそうなるのだ。次のコース行きますか。土管から USA キノコが出てきたのだ。 USA マリオで進むコースなんですかね。まず取らないと始まらないのだ。土管に入れませんからね。キラーに乗って進むコースなのだ。1ミスで即死するから普段は避けてるタイプのコースですね。残機も増えてきたしまあ大丈夫でしょう。残機が30くらいになってるのだ。こないだ10機くらいだったのを考えると結構増えましたね。このワンワン連れて行かなくて大丈夫ですかね。嫌なそうなのだ。カメは変なとこに投げたら積みそうなので画面外にしてます。10コインのためにこの中に入るのはきついですね。めっちゃ危なそうなのだ。やっとまともな地面が。1アップありましたね。なんで隠しブロックが分かったのだ。背景に木があったんでなんとなく。ただのまぐれだったのだ。中間なのだ。上に30コインもあるので回収しましょう。取れれば3アップですね。これに乗ってしゃがんでれば良さそう。オッケー。先に進むのだ。またキラーに乗って進んでいくのだ。なんか出てきたんですけど。いきなりボス戦が始まったのだ。地形も前半より難しくなってますね。あ、積んだのだ。とりあえず前に走ってできるだけコース見ておきましょう。そろそろきついですね。鍵ドアがあるのだ。ボスが鍵持ってるんでしょうか。意味のわからんミスをしてるのだ。最大ジャンプだとブンブンに当たりそうな気がして。ビビーなのだ。うるさいですね。ブンブンが鍵持ってるなら鍵ドアのとこで倒せばそれで良さそうなんですが、今回は進んでみます。そろそろコースが本気出してきてるのだ。普段ならただのジャコの初のブンブンが邪魔すぎですね。なんか向こうからキラーが飛んできてるのだ。一旦無視しましょう。終点に着いたのだ。ブンブンは倒せましたね。やっぱり鍵を持ってたのだ。土管には入れなかったのでドアに入りましょう。これに乗ってさっきの鍵ドアまで戻るっぽいですね。ブンブンが復活しててうぜえのだ。スイッチ変えてないとこの後詰んだりするんですかね。
ゴールなのだ。橋まで行く必要なくて草。対戦ありがとうございました。連続のこの子ジャンプ、夏空、夏空のあたりにこだわりを感じる。コース名通り最初からのこの子ジャンプなのだ。キノコありましたね。消えちゃったのだ。悲しい。他にはないですかね。なさそうなのだ。とりあえず先に進みますか。落ちても助かりそうな穴ですね。のこのこ、もっと大量に置いてくれれば1アップできるんですけど。コースの途中でそういう場所があるのを祈るのだ。コースのタイムは短いのだ。長そうなコースでもないので問題はなさそう。上に中間もあるのだ。裏面から戻ってきたら取れそうですね。ナイス中間。また隠しでキノコありそうですね。今度はキノコ取れました。ここからは跳ねける亀がいて難しくなってるのだ。上に登っていけば良さそうですね。ここちょっと難しいですね。しゃがみジャンプすればよかった。トゲに当たらなくてよかったのだ。ちょっとずつコースのやる気が上がってきてますね。地形がややしくなっていってるのだ。これちょっとやばそう。なんとかなりました。ご褒美のコインなのだ。もうちょっといいものくれてもいいのでは。文句を言うななのだ。ここも10コインですね。タイムが残り1分もないし、少し急ぎましょう。二つ目の中間なのだ。ついに1アップできそうな、できなそうな。ゴールなのだ。ギリギリ1アップできました。対戦ありがとうございました。これはアスレチック系のコースですかね。この透けてる足場にはいいと思うんですよね。キノコをありがたくもらっておくのだ。床を確認してきました。これは、うまくやれば1アップできそうですね。3アップまで行けたのだ。3アップ確定したコースは1回くらい死んでもいいかなと思ってしまう。よくねえのだ。コイン見えてますけど、あれはもういりませんね。取るとコインが100枚超えちゃうのだ。なんかヤバそうな地形ですね。上からなんか降らせるのはやめろって言ってるでしょう。前からトゲメットが来てるのだ。もう、ここで待ってたらトゲメットいなくなりますかね。ちょっと思ってたのと違ったけど行けそう。スピンで行けば安全でしょう。ここ地面あるかな。行くしかねえのだ。トゲメットが戻ってきたから地面はありそう。なんか急に本番始まった感じですね。タイミングずれると谷底行きなのだ。ちゃんと敵がいるのがやらしい。切り替わる速度があんまり速くないから大丈夫ですね。コーラが増えたのだ。これはちょっと無茶苦茶なのでは。最初のコーラが消えるまで離れましょう。落ち着いたみたいなのだ。フラワーありがとう。ここはゆっくり降りましょう。急ぐと何が起きるかわからないのだ。ボム兵が土管から出てるってことは右下壊せそうですね。なるほど、こんな感じですか。中間なのだ。ありがたい。このリフトで進んでいけば良さそう。フラワーも回収できそうですね。リフトに置いていかれてるのだ。まだ間に合うはず。余裕ですね。でもこれ焦って乗らない方がいい気がしますね。必要な時だけ乗った方が安全そうなのだ。ガリガリ食らってるのだ。当たらない気がしたんですけど気のせいでした。ちゃんと見てないからそうなるのだ。これ飛び降りるの嫌すぎるんですが。めっちゃ怖いのだ。これ変える意味なさそう。またスイッチ床になりましたね。今までと比べるとかなり早いのだ。結構ギリギリっぽいな。なんとかなりそう。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。ここで高評価をお願いすると押してくれる優しい人がいるらしいのだ。世の中にはそんな優しい人がいるんですね。高評価よろしくお願いするのだ。よろしくお願いします。